はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶のファーストテイク、ファーストテイクは僕が久しぶりにプレイするゲームを1回だけ挑戦してゲームオーバーになったらそこでやめるという、それだけの企画なんですけども、今回挑戦するのはスーパーデフォルメルパン三世金庫破り大作戦。まあこれ SD だからね、スーパーデフォルメってここ書いてあるんだけど、普通に、まあ、読んだら多分 SD ルパン三世なのかなというところです。はい、ということで、まあ普通のルパン三世のゲームもプレイしてないのにね、まあまあやってみましょう。ということで、まあ単純にルパン三世が活躍してまあ大金を手に入れるゲームなんですけど、まあ今見た通りね、ルパンと次元と、これはルパン次元ね、ルパンと銭形と警備員かな。で操作方法が、十字ボタンでキャラクターを左右上下に移動で、 A ボタンでジャンプ、 B ボタンで特殊フロアを作動させるということになってるかな。で、1ラウンドこれ全部、タイムが99秒がリミット、なんかタイムが今108とか7とか出てるけど、99ってどういうことって感じがするけど、まあまあいいや。多分ゲームのカウントしてるタイムと実際の秒数の差があるんでしょうね。ということで、でまあ特殊フロアをこう上げるってことは、1フロア高さ上げてるからジャンプして隣に飛べるっていう感覚だけど、こっから今ハマりだろこれ、死ぬよね。うん、という感じです。ということで、まあ銭形、まあもうカリオストロラムダシグマパリカ、まあ、これ多分映画とかのねキャラクターだと思うんだけど、まあ銭形が多分一番簡単なステージだと思うので、ここ行きましょう。いやいやいや、ということで、ということで、まあこれで B ボタンを押すと、これなんか特殊効果が発生すると。で、マップが変化したと。どうしよう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 。で、なんか取った、なんか取ったって感じで。で、金庫、あ、金。あ、捕まった。参ったなそっか、あのぐらいのタイミングでぶつかっちゃうのか、ちょっと予想外だったな。で鍵取り、金庫出てくる、いやもうどっか行って銭形、銭形そこに叩きされると何もできない。あ、やばいやばい、ハマりじゃんこれ。危ない危ない。あ、これやばいな。終わっちゃうよこの面で。欲張らずに行った方がいいのかな。あいつらが2人あそこにいるのがずるいよね。だったらこれ行けばいいのか。よし、まあスコアがやばいな。まあいいや、もう金庫だけでいいや、金庫だけで。
これで一回変えて、おい、次元が役に立ってるに立ってないのかよくわからんわ。あ、今これ敵がいるときやんなきゃ意味がなかったかな。まあいいや。はい。で、これで、鍵取りの、これがまた変化させーの、ちょっと、終わっちゃったよ。終わっちゃったよ。まあ、しょうがないな。なんか、魔王とか見たかった気もするけどね。まあ、まあ、いっか。はい。ということで、まあ、ルパンといえばルパンかな。SD といえば SD かなっていう感じはするけどね。はい。まあ、やる機会があればね、また、挑戦した方がいいと思った方は、ぜひコメントいただければと思います。はい。ということで、このチャンネルにおいただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また、僕に質問があったりとか、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよっていう方は、コメントください。あと、動画の拡散、SNS での動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒缶でした。